このテイクバック性、一番大切なこの初期エネルギーを与えるときにね、多くのアマチュアプレイヤーの方がかなり腕がロールして先行して重心を外していくんですよ。こう入った人は絶対にいい音では打てないです。 はい、えー、タスクゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けいたします。万アゴルフクラブさんの方で撮影させていただいております。ありがとうございます。タスクさん。はい。ちょっとざっくりした質問になっちゃうんですけど。ざっくりした質問、はい。 あの、うまい人と下手な人の違いってちょっと聞きたいなとめっちゃざっくりしてますね。え、それ大橋くんの質問なのあ、自分の質問ね。あ、ざっくりですね。なるほど。シンプルすぎて、ちょっと、何語っていくかわかんないんだけど、何を大橋くんが期待してるかわかんないんだけど、なんか特に聞きたいってことがあるそのコンテクストの中で。そうですね。まあちょっと自分も、あの、うん。 あの知人といいますか、うん、まあ聞いたんですけども美しいスイングじゃなくて、まあ、芯になんか当たる人がうまいとも聞いてたんですけど、うん、あそれで、まあ、タスクさん的に、はい、まあ芯が当てるのがうまいのかの他にもうま<ー>い人の条件といいますか、はい、そういったのがあるのかちょっとお聞きしたくてあなるほど少し具体的になりましたねわ、はい、かりました <laughs> じゃあお答えさせていただきますチャンネル登録お願いします。<laughs> 今のあの、ご質問、実は非常に良い,い質問なんですよ。あの、真髄に近い質問ですね。上手い人と下手な人の違いということなんですけども、これはですね、実際あの、大橋くんのその、ご友人の方かな、先輩の方かな、はい、あがおっしゃられていることはかなり真理に近いですね。すなわち、外見的に綺麗なスイングをしているのと上手いっていうのは全然違うということですね。 なんですけれども、もちろん、きちんとしたインパクトをしている人。で、これも、うまい人ですね。えー、なので、両方とも、多分正しいと思いますけれども、ただ、常にですね、ゴルフはあ、リバースエンジニアリングっていうんですけども、この、まず、ヘッドがボールにコンタクトするところから考えます。で、その時に、どのようなアタックアングルでヘッドが入ってきて、どのような状況でボールが競り上がって、そして、 出ていくかとかまたその時点で芯を外しているからどのようにクラブが挙動してそれがどのように影響しているかとかその辺りから今度はシャフトにどういうエネルギーが与えられていたのかとかでその後にこのグリップにどのように人がエネルギーを与えていてその間にどのようにプレーヤーが体のバランスをとっていたのかとか、えー、そうやってこのかとか。 衝突の現場から最終的には体の方ということになるとですねまず上手い人は圧倒的にコンプレッションって言うんですけどこのボールをしっかり潰してそして競り上がらさて正しいスピン量でえこのボールを打ち抜いていくとすなわち良質なインパクトをしているこれは間違いない事実なんですよね。なんですけれども そういう事実を作り上げるときのこのシャフトとグリップそして個体差のある体ですね。でさらにこれは最近僕は何度も言ってますけれどもこの人間のインターナルエネルギーの源泉というのはほぼほぼこの状態ですね状態のコアの部分ということを考えるとですねいわゆるシャフトも個性があるし人間の体も個性があるわけで それにはこの良質なインパクトを作り上げるのにこの外見見的ななえ方は関係ないっていう話ですその外見がかっこよく見えるからといっていいインパクトが作れるというわけではありません。で例えばちょっとわざとこういうことをするのはできるかどうか分かりませんけどもちょっとかっこよく見えるスイングですね。 自分がかっこよく見えるスイングをしようと思うと実際はこのように何らかをしでしかしてしまうというのは現実です。で、これは何が起こしているかというとその外観、外見をかっこよくしようとすることによってグリップに与えられるエネルギーが変わってきてしまうからですね。なのでかっこいいスイングイコール良質なインパクトではないということで,ですね、真理だと思います。えー、次にですね、 えー、まず僕はおじさんですから、まあ、おじさんなりにスイングをするということをやってみます。これピン横乗ってますよ、ね、でこれがいわゆる多分外見的に「いやそれおじさんのスイングに見えません」って言われちゃうかもしれないけどただ僕は十分おじさんなわけですよ。ということは。 あのから自分の体の,その状況を考えた上でグリップエネルギーを作ってるんですね。かなり実際は今のスイングっていうのはあ自分なりに工夫してるスイングです。なのでちょっと外観的にどういうふうに見てる、見えてるかっていうことはわかりないんですけども多分綺麗なスイングではないんですよ。これは僕にとって正しいエネルギーを与えた結果のお体のフォルムなんですけども結果はあのような。 ことになっているということですね。なので、そのご質問はの回答としては、まあこういうことになるんですけれども、じゃあ、イい,いスイングと、まあ、あまり良くないスイングの違いはどこで見分けるかと言ったら、じゃあ、インパクトをしっかりと見えるかっていうのは見えないじゃない。はい、そうすると結果、要するにボールなんですよ。飛んでいくボール、それが適切なスピン量で飛んでっているかとか、 でそれが着弾した時にきちんとあの球のようにしっかりと着弾して止まってるかとかその人が作り上げるとしたボールの等になってるかっていうことしか,からしかもう判断できないただね一つ大きな判断材料があってこれはやはりそのボールとこのヘッドがコンタクトした時の音ですね。 まあ音は比較的そのスイングを見る見れないという差があったとしても音は良質なスイングの音というのは皆さん共通に認識できる音ということになりますね。なので極めて、えー、まあ乾いたあーすごい集約した音っていうかカキンコキンみたいな音じゃない。わ <laughs> かるかな それはまあ多分ね、そういう音とかそのようなものを、えー、ぜひですね、そのプロの試合で、えー、見に行っていただきたいですね。<ー>で、それこそのプロなんか特にね、一番お勧めするのはシニア。もうシニアのツアーとか見に行くと、まあ、スイングのフォルム、場合によっては体、もう、もうそれぞれですよ。もうこんなお腹出てこんななってる人もいれば、あと振ればこんななって振ってる人もいるけど、でも、 プロでしょというってことはね共通してるのは音なんですよ<ー>インパクトの音、はい、これみんな共通してるだからあのやっぱりプロなんですよねはいはい、はい、なのでそこで、えー、大きな違いは多分出てると思いますね、はい、ありがとうございますそうですね打ちっぱなし行ってる時もいい音っていうのはまだちょっと分かってないんで、うん、実際に自分もあのシニアの試合 ま本当にね、あのまあ、シニアじゃなくてもその普通のツアープロの試合ぜひ見に行っていただいて、えー、もうその圧巻されるのはボールのフライトとあとその、やっぱ音ですよね。だスイングなんか見れないからさ、はい、もう早すぎて。あはい、その音とその後のボールフライト。でそのあとね、もう一つ見てほしいのは あツアープロになればなるほどもうセットアップの段階からその人はどういう球を見る打,打とうとしてるか分かるっていう<ー>でこの辺りを見ていただきたいですね。はい、で非常に面白いですよ。はい。はい、実際にちょっと見に行くことがきますか。ですまあこのインパクト時点での、あのー、乾いた良質の音というのは結局のところ、まあ、僕のこのクラブエネルギー目線で見るとですよ。 偏重心特性で勝手にヘッドが前に出てきて構成されるこのインパクトの音そのものなんですよね。ということは、そのプロセスの中で,で体サイドにどのようなことを注意していかなきゃいけないということがあって、一、まあ、点だけあの皆さんに共通してあることと言ったら、このテイクバック性、一番大切なこの初期エネルギーを与えるときにね、 多くのアマチュアプレイヤーの方がかなり腕がロールして先行して重心を外していくんですよ。こう入った人は絶対にいい音で打てないです。これはですね、そのように打っていただければわかります。なので、えー、実際はですね、この P2 のところにクラブが入った時にですね、これよくやりますけど、このように空の正面にあるということでしょう。できるだけゴルフクラブは、 体の正面にいてほしいんですよ。なんだけど、これをロールさせてしまう人は、もう体の正面からいなくなる。これをですね、そのスイングの初期、要するに P1 から P2 に至るぐらいまでのところでやってしまうと、決定的に、えー、エネルギーは崩壊しちゃうんですよ。その後のマッチアップっていうのは、一番辛いマッチアップせざるを得ないような状況になってきますね。そうすると、 コンプレスする時のヘッドの挙動っていうのは絶対安定しないんですよなので音もカチンコチンとか言ってまたダブルダボとかそういう音しか聞こえないと思いますまあこれはあのご自身で試していただければ分かると思いますはい、はい、ありがとうございます,いますチャンネル登録お願いしますはい、えー、タスクロフ今日もですね動画見ていただきましてありがとうございますこの動画いいと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援していただきたいと思います えまたご質問をですね今日のようにいただければですね、えー、動画内でできるだけお答えしますのでぜひ、えーえー、コメント欄の方に入れていただければと思います。そことで次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。プロの音近くで聞くのはいいですか？そうそうだから佐藤君もやっぱりそのツアープロの試合とか見に行くという本当にあのー、すごいチケットとか安いし。 あの結構東京の近郊のところでも結構開催されてるんでぜひ行ってもらいたいですねタスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしていますぜひ登録よろしくお願いします